バイバルス・アルジャー・シンキールは、マムルーク朝の、第14代スルターン。即位名により、ムザファル・バイバルスとも略称される。名前の、アルジャー・シンキールは、毒味役を意味する。バイバルス・ジャー・シンキールの、ハーンカー・チェルケス人で構成される、ブルジー・マムルークの出身。即位前のバイバルスは、スルターンの毒味役を務めていた。ナーシル・ムハンなどの第2次では、 同僚のサラールと共同でムハンマドの貢献人を務めた。二人は最低限の食事と日用品の支給すら行わずにムハンマドを礼遇し、この事実を知ったカイロの民衆はスルターンの待遇改善を求めてデモを起こした。ムハンマドはこの機に乗じてバイバルス、サラールの打倒を図るが計画は事前に漏れ、バイバルスらは ムハンマドの監視をより一層強めた。デモの後に、バイバルス、サラールの投破とするターンの新兵隊を構成する、チェルケス系のブルジー・マムルークの間に対立が起きる。清掃に嫌気がさしたムハンマドは、メッカ巡礼に旅立ち、1308年に、カラクに到着すると大意を宣伝して、カラクに止まった。この行動に驚いた、バイバルスたちはムハンマドに、カイロに戻る。 よう懇談するが、彼らの声は聞き入れられず、空位となったスルターンの椅子に誰が座るかが問題となった。最初に、サラールがスルターンに推薦されるがブルジーマムルークから反対を受けたために辞退し、サラールが代わりに推薦したバイバルスが即位することで妥協がなった。知性の初期に、天才によってナイル側の水量が減少したために物価の高騰が起こり、 食料を求める民衆は政府に抗議を行った。バイバルス二世は民衆の襲撃から身を守るために、チェルケス系マムルークを護衛として購入するが、将軍たちはバイバルス二世の人事に不満を抱いた。加えて、将軍たちの中には、カくクのムハンマドを支持する者も,も多く、バイバルス二世はムハンマドに所有するマムルークと市長の引き渡しを要求した。 ムハンマドは、この要求を拒否し、バイバルス二世に反感を抱いていたシリア各地の大使を味方につけ、カラクで挙変した。1309年にムハンマドは、ダマスカスに入場、カイロの将校にも、ムハンマドの指示に回る者が多く、バイバルス二世は、サラールら側近と相談した結果、王位をムハンマドに明け渡して、除名を嘆願した。ムハンマドの即位後に、 バイバルス2世はシリアへの逃亡を企てるが失敗し、獄中で殺害された。バイバルス2世が混流した修道院はカイロで有数の規模とワク府を有していた。ありがとうございます。